フリードリヒ・バインブレンナードイツ人の建築家、都市プランナー。古典主義の建築家として知られ、自身の手掛けた建築の古典主義様式は、バインブレンナー様式とも呼ばれる。また、計画都市カールスルーへの都市建設に貢献した人物。おいには、1832年にオプリヒハイムのセーラウレンティウス教会を手掛けた、ヨハン・ルート・ビヒ・バインブレンナーがいる。大工であった父に、 弟子入りし仕事を開始。1788年からチューリッヒとローザンヌで建築家として経験を積む。1790年にウィーンに渡り、建築学はほとんど独学で学び始める。1790年から1791年にウィーンとドレスデンの建築アカデミーで学ぶ。1791年から1792年、ベルリンで。 パラーディオ主義の建築に触れ、カール・ゴッタルド・ラング・ハンス、デビット・ギリーとハンス・クリスチャン・ジェネリラから、建築思想に影響を受けている。1792年から1797年まで、イタリアで過ごし、ローマに滞在していたカール・ルーヴビヒ・フェルノーのサークルで、交流。ローマ、ポンペイ、ヘルクラネウムなどの古代建築の研究に勤しみ、特に、パエストムの建築に影響を受ける。 イタリアから、季語、短期で、ストラスブールとハノーファーなどで働いたが、かつての首都のバーデン公国グランド君主国から中央、ドイツ主権国家として1715年に新しく、創設された首都カールスルーエに地位を築くため、カールスルーエ政府に建築設計の職を希望する。こうして、アウクスブルク市庁舎や、マルクト広場と、辺境博、カールィルヘルムが眠るピラミッドなどを造営し、 その後自身が1797年策定に関わった市の都市計画マスタープランで始まる外線路などカールスルーへの街や主だった施設を建設するための責任者になる。またこの時から更新建築家の指導や古典作品に関する執筆出版建築スタイルではバインブレンナー様式を開発した。1825年には次世代建築家を育成するため、 カールスルーエで職業訓練学校の設立にも尽力した。バインブレンナーの建物のほとんどは第二次世界大戦で破壊され、現在見られるのは1950年に再建されたものである。プロテスタント教会セステパノカトリック、教会カールスルーエ民と以下はすべてカールスルーエでのもの。ありがとうございます。